おめでとうのお言葉をありがとうございます。ありがとうございます。そう、まさかね、まさかまさかの私とミルさんとレイちゃんと私の3人で表紙をさせていただくことになりました。ブブカさん8月号はまさかね、3ヶ月も連続で掲載させていただけるなんて思ってもいなかったので、とても嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、まさか今日発表されるとは思ってもいなかったのでびっくりしました。初見です、ありがとうございます。この後ね、配信終わってからまずはどれやったっけ、まずは昨日発売されたプラ、今日発売されたプラチナムフラッシュさんのオフショットをね、インスタの方で載せようと思ってるので、プラチナムフラッシュ近所の本屋になくてガチで焦りました。買ってくれましたか。こんばんは。そう、私のお気に入りの写真すごいたくさんあって、そのマネージャーさん、来てくださったマネージャーさんが、そのすごい私仲良しのマネージャーさんで、めちゃくちゃ特に仲良しのマネージャーさんで、それで初めてねグラビアのお仕事について来てくださって、それでオフショットたくさん撮っていただいたんですけど、本当にすごい、なんていうんやろ、撮るのが上手っていうか、めちゃくちゃ綺麗で綺麗に写ってて、全体的にすごい気に入った写真がたくさんあるので、いっぱい載せようと思ってます。すごく嬉しいです、ありがとうございます。水着サイズ合ってないんじゃないかって心配なら、合ってますよ一応。ああ見えて、こんばんは。頑張ります、いっぱいいっぱい。そう、これを私は何、そうずっと言いたくて、ファンの方に、そうファンの方に表彰させていただきますっていうのを言いたくて、ずっとうずうずしてました。私はそうね、朝起きてあんまこういうの言ったらあかんけど、自分のね名前を検索したんですよ。ほんだら、あ、トワイありがとうございます、ハマちゃんさんかな、ありがとうございます。お、ハマちゃんさんありがとうございます、いつも本当に嬉しいです。そう、それで何の話してたっけ今何の話してましたっけ。やばい、全然覚えてない、何の話してたか。あ、そう、朝、そうそう、それです。朝、そう、朝起きてで自分の名前を検索したんです。ほんだらなんかいろんなねモデルプレスさんだったりね、いろんな方が取り上げてくださっていて、めちゃくちゃ嬉しかったです、びっくりしました。
眠い、全然眠たくない。違う、さっきね、めちゃくちゃ怒鳴って今めちゃくちゃ喉が痛いんです。こんばんは、こんばんは。撮影中のエピソードはね、なんやろ、でも基本的になんかずっと一緒に話したりとか何かしてるってわけじゃなくて、割と一人でいる時間の方が長かったので、私は。でもなんかミルさんだったりレイちゃんの何ですか、撮影してる風景だったり、そういう学ぶ場ってたくさんあると思ったので、いっぱいいました。猫がなんかしたんじゃないです。パパにめちゃくちゃ怒鳴りました。私今日ねクッキーを作ったね、チャンククッキーってあるじゃないですか、スタバでよく売ってる、あれを作りたくてもめちゃくちゃ楽しみにしてて、自分の中でそれで作ろうと思って、で作って、で綺麗な形のものを置いてたんです、横の方に。じゃあパパが急になんか食べてるんです、勝手にそのクッキーを。でパッて見たらクッキー食べてて、なんか言ってたんですよ、なんか言ってんなと思って見たらクッキー食べてて、でしかも私綺麗な形のものは絶対置いとこうと思ってたんです。で置いてたのに勝手に食べられてて、もうめちゃくちゃ怒鳴りつけました。それですか、ゆず涙めちゃうよ全然。多分それはドライアイですね。そうスタバで買って食べればいいのにと思って、そうそれでめちゃくちゃ怒鳴りつけました。ちょっとの間口を聞かないでおこうと思ってます。これに関してはパパが悪いです本当に。あ、怒ってます上で勝手に。後でしつけときますお父さんのこと。そうなんです、そうほらこの通り、チャミさんの言う通りです。パパはね一言言ってくれたらよかったね、そうやったらあこの形はちょっといびつやからって言えるんです。私もじゃ勝手にね食べるの、私勝手にされるのが一番嫌いなんですよ。実家ですね。久しぶりに大声出した。なんだろう、勝手にクッキー食べてもらうのやめてもらいます。ひろゆきさん出てもらってる。ちょっとないで口を聞かないです絶対。関西弁はスタバの発音がいい、ニバと。あー確かに、なんていうのスタバ、関東はスタバ、スタバ、ユニバ、ユニバ。昔はパパのお嫁さんになってきたのに、全然言った覚えないです一回も。パパさんはなんて、パパ何も言ってなかった、なんかちょっとゴニョゴニョ言い訳してました。モスバ、うん。それでもね今日たくさん、一昨日と昨日と今日でたくさん皆さんにいろんなご報告ができて嬉しいです。サブありがとうございます。スタバ、ユニバ、ミスド、マクド、ロイホ。ロイホって何？器、スタバ。そうなんや。この間言ってたじゃないですか、私が何嬉しい発表があともう2つありますって言ってて、で今日がもうその一つで、あともう2つ目もあるので楽しみにしててください。ゆずちゃんブブカ表紙おめでとう、ありがとうございます。嬉しい。高級ファミレスなんや、ロイヤルなんとか、かわいい、ありがとうございます。
タワレコナンバー行ってポストカードもらってきて、おーありがとうございます、嬉しいです。それも楽しみにしててください。ゆず表彰おめでとう、ありがとうございます。まさかね、表彰させていただけるなんて私も思ってなかったので、すごくすごく嬉しいです。なんかいついつにそのミルさんとレイちゃんと私の撮影が入るっていうのは聞いてたんですよ。でもそれが1ヶ月くらい前で、その撮影をしたのが、それいついつに撮影入りますっていうお話は聞いてて、でその時に表紙っていうのを聞いて、とても嬉しい。ブブカはなんて発音するの、ブブカじゃない、まつげ上がってる。表紙あるって知った時どんな気持ちだった？え、なんか放心状態になりました、その時は。そう、まさかまさかこの私が、しかもブブカさんの撮影が2回目だったんですよ、その時で。次がモモネットの撮影で、で4回目が、プラチナムフラッシュさんの撮影だったんですよ。でまさか2回目の撮影でこの私が表彰させていただけるなんて思ってもいなかったので、はあ、優しい純さん、いつもゆずちゃん、ユーザーの皆さん、表彰おめでとうございます、ありがとうございます。いつも私のファンの方にも、そうだから見た時はえみたいなえどうしようって感じで見た時、なんか嬉しい気持ちもあったんですけど、なんですか、嬉しい気持ちもあれば、プレッシャーとか不安っていう気持ちもすごいありました、いっぱい。すごく可愛かった、ありがとうございます。なので皆さんぜひぜひ楽しみにしててください。なんか落ちてきた。なんで右側だけくびれてるんだろうか。あのね、多分座り方のあれやと思います。足か組んで座ったりするんです。だからこうやって体をなんていうの、ちょっと横に、ちょっと横になんて言ったんやろ。だから左がちょっとこうなってて、右がこうなってるんですよ。こういう感じです。体、くびれで言ったら。ちょっとこっちがウェーブかかってるみたいな感じですね。いや、でもありがとうございます、皆さん。ブブカが最高の誕生日プレゼントになりそうです、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。こちらこそ。そう、ゆずももの生地だったり、まあその今回のプラチナムフラッシュさんの生地だったり、たくさんの方が取り上げてくださっていて、すごく嬉しいです。頑張ります、これからも。ミルちゃんとレイちゃん、やっぱり撮影テクとかすごかった。そうですね、最初レイちゃんの撮影姿を見てて、あ、こういうポーズもあんねやとか、こういうポーズの仕方があんねやとかっていうのをいっぱい見ました。あ、12日連続やった。明日ね、ちょっと早くからしようかなと思ってて、まだ分からへん、ちゃんと分かんないんですけど、もしかしたら、まだわかんないけど、今の年齢って、私の年齢ってお昼とかできましたっけ、ショールーム。まだわからへん、ちゃんとわかんないんですけど、ミレちゃんなんか言われた。でもミレさんずっと胸触ってきましたあ、できますか。
まあそうですね、うん、明日何曜日や、水曜日か、みんなお仕事やもんな、お昼とか。なんか11時ぐらいからメイク配信をしたいなと思ってて、また見れない方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと途切れさせたくないので そう、さすがミルさんでしたね。サワライってどんな感じ？なんやろ、なんかもういろんなメンバーに触られ慣れてるから、なんかなんともうちょっとこんな感じで突っ立ってました皆さんありがとうございます、いっぱい見てくださって。さあ、あのカメラマンさんも笑ってありました。ミルちゃんそんな触ってんのになんでそんなずっと棒立ちなのって言って笑われました。お腹減った。あとはアンケートだね。確かにアンケート、皆さんたくさん書いてください、いっぱい。アンケートまでがお仕事です、間違いないです。皆さんアンケートまでがお仕事なのでよろしくお願いします。いつか後輩ちゃんたちにゆずちゃんもそうするときは来るんじゃない？ありえますね。表彰おめでとう、ありがとうございます。もーちには触られなかった？もーち触られたかな、覚えてない。教習プレ買ってきたよ、ありがとうございます。あの私が個人的に気に入ってる写真が、あのシュープレじゃない、プラチナムフラッシュさんなんですけど、プラチナムフラッシュさんの個人的に気に入ってる水着が、あのあれです、私が今ツイッターのプロフィールにした緑の、黄緑ちゃうな、ミント系の色の水着がすごい好きです、私は。うん、ツタヤのポストカードはゆずもも当たったよ、イエーイ、ありがとうございます、当ててくれて嬉しい。アイコン可愛かった。そう、まだ見てない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なんとなんと、あの海に行かせていただいて、そう、なんか水着のワンピースを初めて着ましたで、食パンとかも食べたんですけど、その食パンがなんとね、柚子のジャムっていうめちゃくちゃ美味しかったんです、あの食パン超美味しかったです。そう、近くに海があってそこで撮影したんですけど、超楽しかった。そう、ゆずジャムめっちゃ美味しかった。そう、カメラマンさんが、あ、ともぐいだって言ってて間違いないです。筋トレ終わりにヤッホー、ヤッホー、こんばんは。そう、でも最初ちょっと味見でそのまま食べてみたんですよ、ゆずのジャムを。めちゃくちゃ美味しくて、それがいただいちゃいました、せっかくなんでたくさん残ってジャムが
そういただいちゃいました。そうなんです、カメラマンさんみんなノリ良くて面白くて、なんかね、緊張をなんて言うんですか、ほぐしてくれるって言うんですか、自分たちの、楽しいです、めちゃくちゃ。グラビアレシピになりました、ありがとうございます。そう、まだ残ってるんで、食パンに塗って食べます。もっともっと食べたいなと思います。オレンジ頭にのせたいが可愛いです。あれね、皆さん気づきましたか、あそこね、ピンポン玉ブワーって並んでる中に柑橘系のグレープフルーツだったりライムだったりいろいろ乗ってたんです。気づきましたか、表紙おめでとう、ありがとう、嬉しい。気づきましたか皆さん、柑橘系大好きですの私。あのスタバはいつもなんかゆずシトラスティーみたいなのを飲んでます。そういっぱいね、あのミント系の水着だったんですけど、そこの周りにピンポン玉いっぱい並んでる中に柑橘系の、はい、いっぱい入ってます。ゆずシトラスティー飲みに行かなきゃ、飲んでくださいぜひ。そう、じっくり見たら分かるんです、ピンポン玉があるの。ぜひぜひ、なのでそこにも注目していただけたらいいなと思います。ご飯作るので、夜ご飯作るのでラジオとして聞いておきます。了解、お疲れ様です。こんばんは、こんばんは。私柑橘系大好きです、めちゃくちゃ。今日も可愛い、ありがとうございます。サザエさんみたいな動画好き、あれね、プラチナムフラッシュさんの、そう、編集者の方がすごいもう時間かけて作ってくださったみたいで、NMB で一番タイプです。本当ですか、嬉しい。でもこれずっと言ってるんですけど、ミラコとグラビアしたいなってずっと言ってるので、ぜひぜひいつかできたらいいなって思ってます。レモンも好きです、私。そう、そうなんです、タワレコ難波店さんね、私とココナの大きなパネルが実は並べて置いてあるんです。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいです、本当にありがとうございます。タワレコ難波店さん嬉しいです、めちゃくちゃ。まさかまさかのゆずココタンでね、の隣に乗ってるなんて思ってもいなかったので、めちゃくちゃめちゃくちゃ嬉しいです。いまだにグラビアのゆずが同一人物に思えない、本当ですか、めちゃくちゃ同一人物ですよ。ぜひ楽しみにしててください。たくさんね発表させていただいたんですけど、雑誌を、やかましそうなパネルの、それが全然やかましそうじゃないんです。シュープレ買ってきた、ありがとうございます、嬉しい。
変わる子ナンバーっていつも話題にあがき大阪民じゃない僕には遠い、見てほしい。ぜひタワレコさんもツタヤさんもゆずちゃん可愛がってくれてて嬉しい。いや私も本当にもうたくさんお世話になってるのでめちゃくちゃありがたいです。とてもその他のメンバーにもね、なんかもっとオフショット載せればいいのにっていっぱい言われることが多いのでちょっとずつ載せようと思います。いつかタワレコ渋谷でもお願いしますね。えなんか東京でもできたらいいなって思います。そういうのメンバーにオフショー送った全然送ってない。でもアイペにはいっぱい送りました。私のあのプラチナフラッシュさんの今回の気に入ってるオフショットをもうめちゃくちゃ送りつけました。ブブカ一体何冊買ったらゆずずのポストカードが当たるのやら。もう私に対しての愛がすごかったら絶対すぐ当たりますよ。絶対にオフショットっても雨が多い。うーん同じぐらいですかね。でも割と黄色いワンピースのハニカミゆずちゃん可愛すぎて嬉しいです。言いますやん絶対当たりますよ皆さんなら。よいしょ。てか多分あ当たりますように当たりますようにと思いながら買ったら当たんないんで、もう何も考えずに買った方が良さそう。分からへんけど、実は今日髪の毛にオイルを塗りました。珍しくないですか、私が髪の毛にオイルを塗るなんて。ほら匂いますか。いい香りやと思う。どんな香りわからん。なんかたまたま家にあったものを塗りました。その髪の見慣れてきた。もう茶色ですね。だいぶどんな香りわからん。なんか不思議な匂い。なんかでもいい匂いなのはいい匂いです。自分も頑張って当てます。ぜひ当てちゃってください。あお父さんのやつですまあなんかお父さんのやつっていうかその家族で使ってるオイルですね。まあ基本お父さんが使ってるんですけど、個人的にプラチナムフラッシュのワンピースのやつが一番お気に入り。ありがとうございます。嬉しい。みんなブブカ何冊買いますかって聞いてますよ。ファンの方が皆さん何冊買いますか。ランダムですもんね。 6種類のポストカードで。これワンピースです。お洋服はお父さん女子力高いの。そう変なとこ高いんです。まあやり返しってことですよね。私のクッキー食べた。最低6冊は買う。とりあえず10冊みんなすごいですね。
1冊買って出なかったら 2,3 冊買うかな。大変やみんな。まあ皆さん当たるのを祈ってます。私は。ねえねえねえ、ナナ姉、ね、くそ全然聞いてくれ、いやしてる。今日ね、なんか映画を見たんです。私お家でネットフリックスで映画を見ててボロ泣きしたんですよね。なんか韓国の映画 TikTok でこの映画がおすすめみたいに流れてきてボロ泣きしたんですけど、何だっけな、何のやつやったっけな、何のやつやったっけ、思い出されへん。なんか韓国のやつなんですけど、韓国の方ってすごいあれすごくないですか、あの演技力っていうの、これ七番坊の奇跡、七番坊の奇跡っていう映画を見てボロ泣きしました。もう超いいこの映画、もう最初の方から泣きそうになって、もう最後私ずっとダラ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 って涙出てました初めて見たあの映画。韓国の方みんなすごいですからね、演技が。どんな話だ、なんかお父さんがそのまあ女の子、自分の娘じゃないよ、そのまあ違う女の子を誘拐したみたいな感じで誤解をされたんですよ。でもそのなんかなんていうの、たまたま通りかかった人がなんて説明して、まあそのなんていうの、お父さんがたまたま通りかかった人にこの人なんか変なことしてるみたいな、女の子に対して。でもその男の人はその女の子が倒れてしまって、それを何、心臓マッサージしたり人工呼吸したりとかそのしてたんですよ。でもそれを通りかかった人が見て、あこの人やばい人やってなって警察に通報されて勘違いされてしまうっていう映画なんですけど、見てほしいみんなに。そういう系の映画なんですけど、もうなんかね悲しくなってくる、だんだん見てたらどうなんやろうとか。なんかすごい最初は厳しかったなんていうの、その刑務所の上の人とかもだんだん優しくなっていったりとか。説明ありがとう、もう泣けた。全然泣いてないよ絶対泣いてないやろうん、そういう感じですねぜひ見てほしい、見てほしいです。ぜひ。それでなんか娘、その何、逮捕された娘が大きくなって、そうなんかなんていうの、お父さんの無実を晴らしていくみたいな話なんですけど、そう、それがもうね素敵すぎるし、びっくりした、そう素敵すぎるし、そうめちゃくちゃいいんで見てほしいです。2018年とかの2018年ぐらいの映画かな、あそう2013年か多分そう2013年ぐらいの映画でした、多分多分。こんばんは、こんばんは。青い鳥ともちょっと似てるの、私そういうの好きなんです。この後伝え行くので見てみよう、ぜひぜひ見てみてください。七番坊の奇跡っていうやつなんですけど、でも外国と韓国があって、外国やって海外か、海外と韓国どっちかがあって、私は韓国の方を見ましたこんばんは、こんばんは。 DVD じゃないけど、私は Netflix で見たんですけど、でも DVD あるんちゃうかな、もしなかったら Netflix で見てみてください。明日早起きなのでお先に失礼します。おやすみなさい、おやすみなさい。その映画の子役めっちゃ美人になって思って、気になるやん、そんな言われたら調べちゃうの、ゆず、そういうこと言われたら。待ってな、
実話なんこれ。どうなる子役。カルソウォン、わお、かわいい。鳥肌立ってんけど、美人すぎて。いやいいね、かわいい子は。いや、わかんない、実はかわからへんけど、みんなにねこれはぜひ見てほしいと思って、今日なんか今日話そうと思ってはい、思ってました、今日話そうってぜひ見てみてください。今何歳？私ですか？私今18歳です。映画の告知もう終わっちゃってるけど、とっくにぜひ見てほしいです。これは映画館で見たかったなってめっちゃ思った。めちゃくちゃ綺麗、すごいな。自分の部屋ないの？ありますありますけど、あの何、汚いんですよ。そう、今日のご飯、晩ご飯はね食べてないですね。なんかいつも忘れちゃう、クッキーとか、そうなんかメイクとかしてたら気づいたら過ぎてます、時間が。フォローしました、ありがとうございます。パッツンってあんまりしないの？私ですか？どうやろ。でもね、前よりかはちょっと前髪が重くなりました。部屋にテレビはないですね。映画館でも号泣するタイプ？めちゃくちゃします。お腹空かない、まあ空くときは空きますけど、空いたらまあ炭酸水飲んだりとか。今やってる映画で気になるのありますか？わかんないですね、ちょっと何をしてるのかが。映画が、あ、クワイエットプレイスみたい。前ワン見に行ったんで。クワイエットプレイスって2終わりましたか？も、もやしも食べ、もやしないんです。七番坊の奇跡の予告編見てきた。え、ほんまに泣きましたか？全部見てほしい、全編見てほしいです。家に炭酸水作る機会はねないですね。2はまだか、じゃあ次が2か。これを見に行こうと思ってます。今日の前髪好き、やった、昨日切ってよかった。昨日ちょっと前髪長すぎるんで切りました、邪魔なんで。うん、あ、アマゾンプライムでもあんねや、じゃあ見てみてください、ぜひ。お、炭酸水作るやつおすすめよ、かなり。え、ね、値段ってどれぐらい値段ってどれぐらいですか？そこ気になる。いや、私一人で見ました、携帯で。クワイエットプレイス映画で怖かった？いや、私も怖かったです、ワン見に行ったけど。5000円くらいか、じゃあまだ買えそう。そんな高いのはいらないんですよ、私も。なんか何、ずっと使うわけじゃないから。絶対クッキー食べたパパにおねだりしとこう。それな、決まり、おねだりしよう。絶対買ってもらうからな。絶対買ってもらいます、それは。
まあ、それで許してあげるかは分からへんけどもう今回の結構私根に持ってるんで。このコメントが見えたらピースしてください。あれってさ、普通にお水にこうセットしたいってこと？どうやって作るの、あれは。炭酸水ありがとう。単純に顔がめっちゃ可愛いそんなことないです。犬鳴き村、樹海村怖いよ。あれは私見たくないですね、怖そう。こんばんは。出てつくんだよあれ。お水、ペットボトルにお水入れて炭酸にしたらいいだけ。ジュースもできんのや。え、あれってさ、めちゃくちゃ炭酸強い、割と。なんか気抜けた炭酸でももう一回炭酸復活させることってできますか？デミ、ガスがいるって。あ、専用の炭酸の素みたいないるんや。あ、じゃあ無理や諦めの早い。ガスって何？ちょっと後で調べます。ありがとうございます。すごっ、できんねや。炭酸の強さ選べんの？もうめちゃくちゃ強くしたろ、全部。あ、一緒についてんねや。すごっ、顔。絶対買ってもらおう。買っちゃおうシュープレ見たよ、ありがとうございます。見てくれてどうでしたか？感想教えてください、ぜひ。こんばんは、こんばんは。NMB48 を気にするようになったら可愛いメンバー多いことに気がつきました。よくぞ気がついてくれました。 NMB はもう顔面国宝なので、全員グループがめちゃくちゃ可愛いです。こんばんは、こんばんは。なくなったらガスを買わなあかんけど、それも買ってもらえます？じゃあモモネとのグラビア興奮しましたありがとうございます、嬉しい。まあ、これで皆さんが、でも結構ね、あのお仕事終わりに見て元気出ましたっていっぱい言ってくださるので嬉しいです。シュープリ良かったよ、女だから買うの少し恥ずかしかったけど自信持てるじった。大丈夫大丈夫。キーナのメンバーがいようが俺はユンちゃんしか押しません。本当ですか？嬉しい、ありがとうございますうん、嬉しいです。こんばんは、こんばんは。もう46分、早。シュープレ見てもっとゆずちゃん見たくなった。そう、ちょっとオフショットのインスタにしか上げてないので、ツイッターにも上げようと思ってるので。シュープレのポストカードはゆずももが2枚になった。2枚当たったってこと？ゆずもも雑誌かわいすぎるか、明日学校持っていくやって。え、かわいいねんけど。やること、恋ラブ公演始めました。修行してきます。わかりました。修行したらまた応募してください。修行し終わったら。こんばんは、こんばんは。シュウペイの単独表紙みたいなしたいです。私もできるように頑張ります。足はもうだいぶ
大丈夫です。安静にはしてるので割と。足かゆ。雑誌持ってってみんなにゆずちゃん広めてやってください。お願いします。私もシュープレカットゆずは綺麗だ。ありがとうございます。私にとって初めての白柳初披露なので頑張ります。24日。皆さんありがとうございます。楽しみにしててください。公演無理せず頑張ってきてね。ありがとう。今日朝からゆずちゃんの雑誌引き取りに行くねんって友達にずっと話した。可愛いわね、やることが。24日入りますよ。ぜひぜひ待ってます。プラチナムハラシはめちゃくちゃ良かったです。ありがとう、嬉しいです。こんばんは、こんばんは。声ラブ公演テストだから行けないけど頑張ってね。頑張ります。ありがとう、嬉しい。今日からも豆登録した。ありがとうございます。ボディクリームは足だけ使ってます。いつもマッサージとかするのでその時だけ使ってます。まあ、まずはね24日の公演を頑張りたいと思います。表彰おめでとうございます。イエーイ、やったー、ありがとうございます。嬉しい、めちゃくちゃ祝ってくれて。死んじゃう。足で蹴っちゃった。ありがとうございます。一瞬自分で何を着たんか分からへんか。明日の配信は昼だけなの。そうですね、お昼だけになります。11時頃からメイク配信するのでぜひ見てください。なんかめちゃくちゃ面白い今。ジュージュー君ほんまに自分でも一瞬何が起きたんか分からへんかった。びっくりした。そう、違う、面白いとかじゃなくて、そう、何、携帯倒れてきた時に自分がちゃんと頭の中で今何が起きてるかって理解できてなかったのがちょっと面白かった。ああ面白い、気をつけないとですね。そう、足上げたら倒れちゃいました。皆さん TikTok 見てくれましたか？最後めちゃくちゃ雑やった。最後覚えれなくて。24日ユニバのマリオ行ってか劇場行きます。めっちゃいいやん、羨ましい。え、今何の話したっけ？昨日のって来てる。やばい、もう最近ダメなんです。ああそう、昨日そう大統領の話です。そうです、マーメの変身
って見てるんですけど、結構時差があるんで、できれば DM か、まあ、DM とかで送っていただけた方がすぐ見やすいです。自分は24日オタクとサイゼリア行って会議できますよ。お、当たった？当たりました？まさか。 TikTok ね、めちゃくちゃ頑張って覚えたんですけど、ちょっと最後が覚えれなかったです。最後はちょっと無理でしたね。そう、インスタの DM です。グラビアでしたけどすごく好きになりました。キュンです、ありがとうございます。ゆずココタンとゆずちゃんとココナン、イエス、お、当たったやって、よかったね、よかったよかったよかった。うちは持っていきますね、見つけます、頑張って。24日は仕事します、頑張って。私も公演頑張るから、お仕事頑張って、ファイト。公園行きたいけど平日無リンゴ、やっぱお仕事もありますもんね、本当に。はじめまして、はじめまして。今日と一昨日と昨日でいろんなご報告をさせていただけてすごくすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に見てくださっていっぱい。給料日になったら雑誌買います、ぜひ買ってください。ちょっと足痛い、また気をつけないと。たくさん報告聞けるのが嬉しい。いや、こちらこそです。いや、本当にね、ミルさんがご卒業される前に一緒にお仕事させていただけてすごくすごく嬉しかったです。私も実はね、24日の公演楽しみにしててください。今何分？56分、55分。でも今回ね、ミルさんとレイちゃんと一緒に撮影させていただいて、すごい、なんやろ、学ぶこともいっぱいあったし、こういうポーズしたらいいんやとか、こういう何姿勢の使い方あんねやとか、いろいろ学べたのですごく本当にいい機会になりました。あ、ツイッターのアイコンオフショットですか。そうです、オフショットです。プラチナムフラッシュさんのオフショットです。今日も配信ありがとう。こちらこそ見てくださってありがとうございました。今日のプラチナムフラッシュを見て知りました。とてもお綺麗です、ありがとうございます。見てくださって幸せです。仕事あってやっと来れました。あともう少しで終わっちゃうけど、ありがとう、来てくれて。また頑張りたいと思います。この後オフショット載せるので楽しみに待っててください。なんかインスタってやっぱちょっと画質荒いかな。インスタはツイッターにも載せようと思ってるんですけど、
なんかインスタって割と画質荒いイメージがある。こんばんは、こんばんは。ゆずだけインスタちょっと画質荒いイメージあるの。明日一瞬だけ見れるかも。わかりました。変わらんあんまり。1日に2回もオフショットのしたらなんか思われるかな。ツイッター画質落ちんねや。知らなんだそれは。あ、インスタスクショしたら画質悪くなんねや。なんかせっかくやからさね、ツイッターにも載せときたいなと思って。オフショット、あのプラチナムフラッシュさんの58分でした。ランキング発表します。13位鉄宮さん、ありがとうございます。12位ナイトフライさん、ありがとうございます。11位コニタンさん、ありがとうございます。10位なっちゃん、ありがとうございます。9位カニパンさん、ありがとうございます。8位ヤマピーさん、ありがとうございます。7位 F さん、ありがとうございます。6位アサガさん、ありがとうございます。5位トモタンさん、ありがとうございます。4位元気さん、ありがとうございます。3位ガルゾーさん、ありがとうございます。2位ワカメちゃん、ありがとうございます。そして1位はハマちゃん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。今日もいっぱい見てくださって楽しかった、とっても楽しかったです。ありがとうございます。フィリピンからおやすみなさい。おやすみなさい。ありがとう。24待ってます。私も楽しみに待ってます。24日。ということでオフショット載せるのでぜひ見てください。明日は11時から配信するんで、まあ、見れない方ね多いと思うんですけどすいません。ということでよろしくお願いします。皆さん今日もありがとうございました。1時間でしたけどありがとうございました。またいっぱい見てください。じゃあねみんな、おやすみ、バイバーイ。